アレックス・デボンは、スペイン・バレンシア州、カステリオン県ら、バイ・ドゥイ賞出身のオートバイレーサー。2010年まで、ロードレース世界選手権の中量級クラスで、活躍した。何度かのワイルドカード参戦を経験した後、2000年より、アプリリアを買って、ロードレース世界選手権 250cc クラスに、フル参戦を開始した。6年間戦ったが成績は伸び悩み。 2006年からはアプリリアのテスト兼リザーブライダーを務めることになった。何戦かにワイルドカード枠から出場し、2006年のカタルーニャ GP や2007年のチェコ GP では暫定ポールを獲得、2007年最終戦バレンシア GP では自身初となる3位表彰台を獲得するなど力強い走りを見せ、2008年にはロータスアプリリアチームから フル参戦復帰を果たした。2008年開幕戦カタール GP では、自身初のポールポジションを獲得し、決勝でもトップを走行していたが、ファイナルラップのバトルに敗れて4位に終わった。第5戦フランス GP では、ウェットコンディションでのスタートとなり、周りのライダーがインターミディエートタイヤ等を選択する中、デボンはドライタイヤでスタートした。この作戦が大当たりとなり、 ライバルが急速に乾く路面に苦しむ中、デボンは大きなリードを築き、グランプリ3112戦目にして初優勝を果たした。序盤のウェット路面をドライタイヤで走行できたのは、アプリリアがモートジッピークラス復帰に備えて開発を進めているトラクションコントロールシステムを搭載していたからでは、という推測がなされた。その後デボンは、 第12戦チェコ GP で2勝目を挙げ、これまでで自己最高となるシリーズランキング4位に入った。2009年はブルセンスチームに移籍し、250cc クラスフル参戦、足掛け10年目のシーズンを迎えた。第9戦ドイツ GP で2位に入ったのが唯一の表彰台となり、勝利を挙げることはできずシリーズランキングは10位に終わった。最終戦バレンシア GP では、 予選でトップタイムを出した直後に点灯し、負傷、ポールポジションを獲得しながらも決勝は欠場となってしまった。2010年は、アジョモータースポーツチームから参戦枠を譲り受け、デボン自らが結成した新しいチーム、アエロポルトデカステロアジョから、FTR 元のシャシーで 250cc クラス後継の元2クラスに参戦した。 開幕戦カタール GP では2位表彰台に立つ、最先の良いスタートを切ったが、その後は転倒を繰り返して、右鎖骨を3度も骨折するなど怪我に苦しむことになった。このシーズンの閉幕後、デボンは現役引退を発表した。2011年シーズンよりデボンはチームの運営に集中することとなる。元にチームの代表として、自らの後継者には、 イギリスのケビン・コフランを参戦させる。ありがとうございます。